君が今日から入社する明智光秀君か。はあ、上様より令和時代の社会を学んでこいと言われたので、ここ株式会社デアールブラックでお世話になることとなりました。俺が君の教育係になる星野だ。一生懸命働きますのでよろしくお願い申し上げます。うちはなかなかにブラック。あ、いや、厳しい会社だから明智君も頑張ってくれよ。問題ありません。拙者が前に働いていた織田家、いえ、前職では尊女そこらのブラック企業なんぞ比較にならないレベルの仕事をやらされていたので、どれだけ厳しい仕事でもこなしてみせます。ほう、勇ましいことを言うね。うちの会社は上の言うことには絶対服従。どんな命令にも返事を配下できますか、オッケー牧場しか認められないからね。オッケー牧場って随分古いな。いや、拙者にとってはかなり未来のネタだが。上司からの連絡には深夜だろうが家族と旅行中だろうがすぐに対応する。この会社で働くならそれくらいの覚悟が必要だよ。大丈夫です。拙者以前の勤務先でも上司からのどんな厳しい命令もこなしてきましたので。本当かい？口だけ達者な人はたくさんいるからね。前の会社では具体的にどんな仕事をしてたの？そうですね、まずは敵対する組織の領地を奪うために戦って、時にはその敵を殺すこともありました。殺し？それは仕事だったの？はい、上司に命令されれば容赦なく敵の命を奪いました。まあそれくらい何でもやるって気持ちで上司の命令を聞いていたということだね。拙者命令されれば何でもやります。その心意気はいいよ。うちの会社の社訓はなせばなる、なさねばならぬ、何事もだからね。この会社の社長、武田信玄か。ああ、でも拙者気に食わない上司にはライバル会社に転職してから嫌がらせしてやりました。何？気に食わない上司に嫌がらせしたの？はい、最初の上司であった美濃の斎藤、その後世話になった朝倉義景、一時使えた将軍足利義昭、そして織田信長、気に食わない上司は容赦なく裏切って殺しました。殺した？元上司を？足利義昭は立てこもる城の周囲に火をつけただけでした。当時の上司の織田から命は助けろと命令されていたので。上司の家に放火するって化け物じゃん。だから拙者の上司になるなら覚悟してくだされ。モンスター侵入社員すぎるだろう。君の上司になって大丈夫なの俺？はは、拙者が裏切ったのはどいつもこいつもクズ上司ばかりですから、ご安心召されよ。そうなの？まあどうせ舐められないようにでかいことを言っているだけでしょ。よくいるんだよね、嘘をついて自分を大きく見せようとするやつ。いや、これでもまだ控えめに言っているのですか。あまり俺を舐めてもらっちゃ困るぞ。俺はこの厳しい会社で長年生き残ってきた鍛え抜かれた戦士だ。生意気な新人ごときにビビるような男じゃねえんだぞ。困ったな、令和時代の会話は難しい。どうしたら信じてもらえるのだろうか。そういや、言い忘れてたけど、この会社では新人は教育係の上司に給料の1割を指導料として払うことになってるから。拙者の給料を横取りするつもりでござるか。それがこの会社のルール、伝統だから。なるほど、拙者さっき元上司の足利義昭の家に火をつけたって言ったじゃないですか。え？ああ、言ったね。実は足利義昭は拙者の給料を横取りしたんですよ。だから家に火をつけた。俺の家に火つけようとしてる？拙者が京都奉行として働いておったとき、拙者の給料は京の都で拙者に割り当てられた土地の民が払う自主税という税だったのですが。何の話？京都に土地を持っててそこに住んでる人が払う税金があなたの給料になってたの？拙者はその土地からの収入を土地の者に預けておりましてな。給料を人に預けてたのね。あるとき将軍足利義昭がその土地は延暦寺領で明智の領地じゃないと言っちゃもんつけて、その土地からの自主税は差し押さえるって拙者の給料を盗みやがったんです。え？給料上司に横取りされたと。だから拙者完全にぶち切れて、当時兼業先だった織田家に正式に就職して、元上司の足利義昭の家の周囲に火をつけたのです。は？本当に？拙者不当に権利を侵されれば、上司だろうと将軍だろうと容赦しませんのでお忘れなきよう。モンスターじゃん。この新人俺の手に負えるのか？まあ仲良くやりましょう。いや、俺はこのブラック企業でどんな辛い仕事もこなしてきた戦士だ。モンスター新人の一人や二人であたふたするような男じゃない。辛い仕事ですか？拙者も荒木五郎衛門夫妻を処刑した時は辛かったな。処刑？荒木村重という武将が拙者の上司の織田信長を裏切った時のことです。荒木村重やその家臣の妻子は拙者の上司の織田信長が人質として預かっており、荒木が裏切ったので処刑することになりましてな。裏切り者の身内を処刑するのが辛かったのか。その時荒木村重の身内の荒木五郎衛門という者が拙者のところへ来て、自分はどうなってもいいから妻の命だけは助けてくれと嘆願してきたのです。なるほど、荒木村重の部下の五郎衛門が妻を助けようと命を投げ出して頼んできたんだね。そうです、だから五郎衛門も妻と一緒に処刑してやりました。血も涙もないな。拙者も個人的に荒木とは付き合いがあったから、あの処刑は辛かったですな。辛さのレベルが違うのよ。何この人、俺の指導できるレベルじゃないんだけど。まあ最悪拙者に裏切られて命を取られるだけです。気楽にやってくだされ。全然気楽にやれんよ。部下に殺されるなんて嫌だよ。部門とは死ぬることです。俺武士じゃないから。くそ、新人をちゃんと教育しないと俺が社長に怒られて給料下げられちゃうのに。こんなモンスター新人の担当にされるなんてついてないな。何？給料下げられる？それは所領を没収されるようなものではないか。え？
ああ、そんな感じかな。拙者も以前の職場で所領を没収されそうになったことがあった。あれは辛かった。そうなの？その時はどうしたの？もちろん社長に当たる人を殺しました。本能寺の変と呼ばれておるそうです。また殺しか。俺にはそんなの無理だって。無理というのはね、嘘つきの言葉なんですよ。そう、それは。現代のブラック企業経営者が使う魔法の言葉。戦国時代は謀反に失敗したら自分が命を落とすだけではなく一族累縁まで処刑される時代。それに比べたら現代は社内クーデターが失敗したって転職すればいいだけではないか。確かに。さあ、拙者と一緒にこの会社で謀反を起こしましょう。なんかやれそうな気がしてきたな。謀反を起こしてみるか。まず手始めにこの会社を乗っ取り、令和の世で明智家の再興じゃ。動画見てくれてありがとう。現代は社員にひどい扱いをするブラック企業が問題になっていますが、戦国時代はひどい扱いをすると謀反を起こされて主君が命を取られちゃうこともありました。現代人もブラックすぎる会社には謀反を起こすくらいのメンタルがあるといいですね。